リさん前からあんたに言いたかったことがあるのさ世の中を良くしたいんだと命かけた真面目なあんただけどだけどあんたのやってることはまるで組取り式の便所の仕組みはほったらかしにしておいて出てきたハエを一生懸命追ってるようなものさお偉い方はハエが出たって知らん顔さそりゃそうだろう甘い汁を吸うには世の中変わっちゃ都合が悪い汲み取り式のまんまで放っておきたいようなものだからあんたを使ってハエを追わしてるおまわりさんあんたが真面目に働けば働いただけ世の中は悪くなるどんどん悪くなる気がする おまわりさん知っているかい汽車に乗って旅行社内放送でこんなことを言ってるんだよ線路のそばに家がたくさんあるのでここから先の汽車のトイレは使わぬように垂れ流しのトイレだから付近の人がとっても困るおまわりさんあんたがそこでしたくなればきっとするだろうだけどいつもあんたのやってることはまるで我慢できなくてトイレに行く人と捕まえて垂れ流しのトイレの仕組みは直させようとしないようなものおまわりさんあんたが真面目に働けば働いただけ世の中は悪くなるどんどん悪くなる気がするの甘い汁を吸ってるお偉い方の雇われているあんたたちは買われてるのさだけどあんたに言っておきたいことがあるあんたがそうして生きて言ってるのもお偉い方が俺たちから取ってく税金のおかげさおまわりさんさ役にも立たない蝶々やトンボは待ってましたと捕まえられるけどトンビやカラスは平気な顔して抜けてゆくそりゃそうだろう犬が主人に噛みつきゃ偉いこったおまわりさんだって便所のハエさあんたが真面目なことはよくわかるおまわりさん俺の心にもあんたと似たところがあるさだけどそれではきっとダメなんだ そうだろう
街を歩いてごらん。どこのホテルもバッチリ満員さ。明日は会社が休みだから、いくら疲れたって構わない。だから誰も彼もが今夜を狙う。もしもみんなが好きな時に彼女を抱ける、暇と場所と金をよこせと騒ぎ出したらさ大変。縛り付けることはもうできぬ。きっと誰かさんは困るだろう。一度団地の中を歩いてごらん。どこの家庭も子供は2人か3人。何人子供を作るのかを決めるのは給料で2人じゃない。だからどこも子供の数は同じ。もしもみんなが好きなだけ子供を触れる、金と場所と暇をよこせと騒ぎ出したらさ大変。人は増えるわ、やっとはにゃならぬ。きっと誰かさんは慌てるだろう。方がこの頃言い出した。若い人がこのままじゃかわいそうと、欲求不満のはけ口さえ作ってやれば騒ぎはしない。だから赤線を復活しようと。もしもみんなが企みに気がついて、赤線よりも自由が欲しいんだと騒ぎ出したらさ大変。安全弁が吹き飛んじまう。きっと誰かさんは逃げ出すだろう。けどみんなは知らないうちに生きてる。誰かさんの都合のいいように。そんなお前に仕込んだのは親父、おふくろ、そして線香、テレビ、新聞、週刊誌、マスコミさ。今日も街を釣り人形どもがでかい面してふらふら歩いてく。誰かがくしゃみをしたらみんなが風邪をひいてしまうような、とてもよくできたおわん洗いさ。
ために疑い私たちの望むものは生きる苦しみではなく、私たちの望むものは生きる喜びなのだ。私たちの望むものは社会のための私ではなく、私たちの望むものは私たちのための社会なのだ。私たちの望むものは与えられることではなく、私たちの望むものは奪い取ることなのだ。私たちの望むものはあなたを殺すことではなく、私たちの望むものは
なたと生きることなのだ。今ある不幸せにとどまってはならない。まだ見ぬ幸せに今飛び立つのだ。私たちの望むものは繰り返すことではなく、私たちの望むものは絶えず変わってゆくことなのだ。私たちの望むものは決して私たちではなく、私たちの望むものは私であり続けることなのだ。今ある不幸せにとどまってはならない。まだ見ぬ幸せに今飛び立つのだ。私たちの望むものは喜びではなく、私たちの望むものは生きる苦しみなのだ。私たちの望むものはあなたと生きることではなく、私たちの望むものはあなたを殺すことなのだ。今ある不幸せにとどまってはならない。まだ見ぬ幸せに今飛び立つのだ。私たちの望む、私たちの望むものは、私たちの望むものは、私たちの望むものは、私たちの望む。
加えて名高き NHK 多くのものに絵を送り月々小口に現れて取り立て歩く
らは何かをし始めようと、生きてるふりをしたくないために、時には死んだふりをしてみせる、時には死んだふりをしてみせるのだ。しようと思えば空だって飛べる、そう思えるとき嬉しさのあまり、泣きながら飲めない酒を交わす、泣きながら飲めない酒を交わすのだ。信じたいために、親も恋人も全てあらゆる大きなものを抱くのだ。We'll be right back.
この世の罪を背に乗せて今日も寂しく去ってゆく、すがる娘を振り払い罪人なのだ我慢せと強い言葉を浴びせども心の内には涙雨、どうか他者で暮らせよと祈って静かに去ってゆく娘の声を背に受けて見せてはならぬこの涙。情けを振り捨てて恋しい人も後に置き世間の風の冷たさを悔しいと思ったこともある。俺は無宿の渡り者、どこにねぐらがあるものか、人の情けを慕いつつ明日はいずこの町やら、You're